こんにちは、にじこです。まずはお誕生日のお祝いから。今日はたくさんですよ。まずはマッケイさんのワンちゃん15歳になりました。おめでとうございます。ねえ、長生きですね。もっともっと元気でね、マッケイさんと楽しい時を過ごしてくださいね。ありがとうございます。にじこさんのワンちゃん何歳ですか？うちの子ね、4歳です。ちょっと考えちゃいました。はい。それから、1月24日、マハロさんの誕生日でした。おめでとうございます。ねえ、もう本当に素敵な1年が待ってますので、ワクワクしてお過ごしくださいね。はい。それから、ヨシエさん。1月25日お誕生日おめでとうございます。それからしのママさん、1月25日お誕生日おめでとうございますね。しのママさん、あのスタンド FM でも皆さんにお祝いされてましたね。うん、はい。もうよしえさんもしのママさんも本当にこの1月25日からの1年間素晴らしい日が始まりましたね。おめでとうございます。はいはい。そしてですね、ご覧になりました？なんなんのストーリー、なんなんのストーリーじゃない、あの風さんのストーリー日本語がいろいろおかしい。あの風さんのストーリーね、あの It's been 2 years baby って、うん、2年経った赤ちゃん、もう2年経ったけどまだ赤ちゃん、まだまだまだ未熟ってことを言ってるのかしらね。謙虚ですよね。このツイッターの言葉もね、ありがとう、なんなんでデビューしてから今日で2年になりました。うんね、早いな2年。そしてもう一つの言葉が、何がいつまで続くなんて誰にもわからないんだから、2年続けられただけでも本当奇跡って笑顔。ねえ、なんてまた、もうこういう言葉なかなか出てこないと思うんですよ。2年経った、ね、2年のアニバーサリー。ありがとう、今までありがとう、これからも頑張るよ、みたいなね。まあ、そんな感じは想像できますけど。何がいつまで続くかなんて誰にもわからない、もうその通りですよ。明日のことなんてわからないですよ。もう5分先だってわかんないですよ。もう1分先に隕石落ちてくるかもしれないし、本当ですよ。だから2年続けられただけでも本当奇跡って、これ本当風さんの本音なんでしょうね。毎日がバースで、毎日私たち生まれてるね、毎日死んで毎日生まれてる、朝目覚めることも奇跡。うん、いや多分そんな意識なんじゃないかなって気がするんですよ。だからね、2年続けられたってことは本当に奇跡だっていうね。もうこの風さんの言葉からまた私たちもハッとさせられますよね。このなんとなく続いてる毎日、これは当たり前じゃないんだよっていう。朝起きてっていうか、朝起きられない人だっているわけですよ。まあもう朝気づいたらもう天に帰ってる人だっているわけですよ。そう思ったら朝目覚めることって本当に奇跡だなって思いますね。なんかついうっかり朝なんとなく起きて、なんとなく一日が始まってってやりがちだけど、毎朝起きたことに感謝、今日も一日ワクワクして過ごせることに感謝っていう、そんなことを思い出させてくれますね。うん、ねえ、この風さんの一言一言に本当にいろいろ教えられますよ。本当でもおめでとうございますですね、風さんね。2年走り抜けた2年間でしたね、本当にね。そしてあの城東高校合唱部の藤井風メドレー見ました？ YouTube に上がってたの。昨日の朝ふっと見たら上がってて、なんとなく聞いたら、もうもうもう
胸がいっぱいになりましたね。最初キラリの方聞いてたんだけど、私はねもうなんかもう胸がいっぱいになったんだけど、もう一生懸命我慢して聞いてて、そしたらあのキラリダンサーズが出てきたらおかしいかもしれないけど、あのキラリダンサーズで涙腺崩壊しましたね。もうなんかもう本当にもう一生懸命ピュアにこう歌ってる生徒さんの姿見たらね、たまらなかったですね。でその後帰ろう見て、帰ろうももう本当に綺麗な合唱曲になってて、本当になんか先生もあの革パンかっこよくてね、で風っていう T シャツ着てね、もう今思い出してもうるうる来ちゃうけど、これ風さん見たよねきっと。もうどんなに嬉しかったでしょうね。本当にいやもうこの帰ろうはもう合唱曲本当にぴったりですよね。もうずっと多分もう音楽の教科書に載って歌い継がれていく歌だろうなって本当思いますね。うん。で私も昨日の朝も衝撃で思わずコミュニティに書いちゃったら、森野先生がコメントありがとうございますってコメントくださってて、びっくりしました。もう本当ありがたいですね。いや本当にね、もう風さんはもうすごい音楽家ですよね。いやものすごい音楽家ですよ。このキラリのこれ見てた時に、私はあのなんだっけ朝ドラでやってた、もうほらいろいろタイトルやら名前やら忘れちゃうんだけど、あの東京オリンピックの時のあの50数年前のあの時の音楽を作ったあの方の話を朝ドラでやってたじゃないですか。ごめんなさい、あれとかあのとかもうそんなばっかでもごめんなさい、あれあの方を思い出しちゃってね。そういうなんかあのずっとこう残り続けるあのみんなの心に残る歌を作った方ですよ。風さんもそういう人になってくなと思って、そしたらねこんなコメントもらったんですよ。じゅんさんから、風さんが萌えを出す時に何かスポーツ系の何かと結びついて出したいと言ってましたよね。2022年はサッカーワールドカップ、2023年はラグビーワールドカップ、甲子園の入場行進曲とか、サッカー好きのズッツさんなら今年のサッカーワールドカップのテーマ曲が決まったら嬉しいでしょうね。ちなみに前回2018年のサッカーワールドカップ NHK のテーマソングはサチモスのボルトエイジでした。さらにサチモス大キングのお父様は元サッカー日本代表です。今年もまた何かが起こりそうな予感って、いやもうドキドキしちゃった。これ読んで、あ、タイキングのお父さんも元サッカーの日本代表なんですね。うん、いやありえますよねこれ。サッカーワールドカップ、ラグビーワールドカップのねテーマソング、いやもうなんかもうそんなこと想像したらまたちょっとなんかドキドキが止まりませんね。うん、ね、でそんな私、どんな私やセカンドアルバムね2枚予約しましたよ、別々にね。そしてそう思い出したんだけど、ユニバーサルにすればよかった。私ファーストアルバムユニバーサルにしたらなんかフラゲできたんですよね、フライングゲット。うん、まあいいですけど。で昨日はねちょっとフラッと新生堂行っちゃってね、で店員さんに聞いてみたんですよ、風さん会いましたかって。そしたら、私その日休みだったんですって大ファンなのにってもう本当にアポなしで来られたんですよって。でなんかその時対応した店員さんにねその後聞いたら、もうあのまんまのいつもの風さんだったって、本当に素敵でしたって。うん、ズッツさんも一緒でね、
コバさんも一緒だったみたいですね。うん、本当に残念ってもうお気持ちお察ししますって感じでしたけどね、本当に。うん、でまたそのサインとかね見てね写真撮っちゃいました。うん、でそうでね、なんかねまた私ったら その店頭お店でも予約をしてしまって、結局3枚ファーストアルバムも3枚、うん、やっぱり3枚あるとホッとしますね良い子は真似してはいけませんよ。あ、真似してもいいです、真似してもいいですよ。うん、はい、ということで、あ、そう、それでね、こんなコメントもらったんですよ。風さんデビュー2周年おめでとうございます。にじこさんはきっと今朝は早朝にアップするだろうと見てたらね、私が視聴した時にはまだ一人だったのに、なんと100人超えて恐るべしにじこ人気。いや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 、でも朝そうアップするだろうって思ったってのが怖いわね。読まれてる。そしてね、今夜あたりにじこゲリラライブあるかな、まだまだまだにじこさん風愛語り足りないんじゃないでしょうか、待ってますって。もうこれ図星すぎて怖いと思ってなんでわかるのよ。もうで他にもなんかそろそろやりませんかみたいなコメントももらって、で5000人登録者様5000人というねことの、まあ、記念というかその感謝の気持ちというか、そんなでまたライブ配信をやってみようかななんて思っちゃいました。これね、写真撮って、これ予約券ですよね。なので、今週の土曜日29日の夜10時とかにやろうかなと思いました。うん、よかったらお越しください。特に何もテーマも何もないです毎度のことながら、ただただただもう思いの丈を話すだけ、みんなでそんな感じです。今もうだってね、風さんもまたすごい勢いじゃないですか。そよ風じゃないですよ、突風吹きまくってるじゃないですかね。このもうそれでもうなんかついてくの必死で、この持ってき場のないこの思いをね吐き出す場としてもぜひお使いくださいということで、29日の夜忘れない、今ふと思ったからちょっとメモしとかないとね、メモメモね。もう私本当突発的というか、もう衝動で動くのでね、本当忘れないようにしないと。はい、ということで今日もありがとうございました。ではまた。